川端です。よろしくお願いします。今回は自治医科大学の問題となります。2の x たす2乗、2の 2x 乗、2の4乗がこの順で等差数列を出すとき、その時の x をね、求めなさいという問題です。基本の基本からね、ちょっと解説していきますが、まずは等差数列っていうことなんですけども、例えばですね、1、4、7とかですね、これの等差数列と言います。このね、1番目と2番目、第1項と第2項の差は、4-1 で3ですね。で、また7と4ということで、これも差が3ですね。7-4 で3。ということで、差が等しい数列のことね、数の並びを等差数列と言います。で、この A、B、C が、もしもこの順で等差数列をなすときですね、真ん中の数の2倍が、第1項と第3項、1番目と3番目の数を足したものと等しいという式がね、成り立ちます。まあ、なぜ成り立つかと言われたらですね、まあ、差を D としましょうか。D とします。そうすると、この B っていう数は、A たす D。まあ、4は1たす3と同じよね。B は A たす D であり、B は C-D でもありますよね。7-3 で4って感じですね。なので、この 2B がですね、B が A たす D であり C-D であるわけだから、この B のところにですね、A たす D、C-D を、B たす B にして代入すると A たす D たす C-D、それぞれ B に A たす D、C-D を代入して、そうするとこれ A たす C になってますよね。なので真ん中の数を2倍したものが第1項と第3項を足したものと等しいという式が成り立ちます。したがって、これもですね、等差数列を出しているので、真ん中の数の2倍、2×2 の 2x 乗が、第1項と第3項を足したものと等しい、2の x たす2乗たす2の4乗と、いう具合な式を作ることができます。で、ここでですね、2の 2x 乗なんですけれども、2の 2x 乗を、2の x 乗の2乗って捉えます。ここね、こことここ掛け算してこうなりました。なので、2×2 の x 乗の2乗。で、2の x 足す2乗はですね、これは2の x 乗かける2の2乗を2の x 足す2乗という具合に書きます。結局2が x 回掛け合わせて、2が2回掛け合わせて、合わせて2が x 足す2回掛け合わせてるよということですね。で、2の2乗っていうのは4ですね。つまり 4×2 の x 乗なんですね。なので 4×2 の x 乗足す2の4乗。まあ、この点はね、かけるっていう意味です。で、そしたら、ここで2の x 乗っていうね、同じものがありますから、2の x 乗ですね。これをちょっと文字で置きましょうかね。2の x 乗を t と置きます。でちなみに、この t なんですけれども、必ずプラスになりますよと。2の x 乗ね、指数関数になるんですけども、これはね、負の数になることはありません。2をね、何乗かしてもね、マイナスならないので、プラスになるよと。で、そうすると、2の x 乗を t と置けば、2t2 乗イコール 4t 足す、2の4乗は 2×2×2×2 なので、16ですね。で、あとはこれ二次方程式になるので、二次方程式を解くと。まあ、両辺2で割って、t2 乗イコール 2t 足す8、移行して t2 乗引く 2t 引く8イコール0。で、因数分解して t 引く 4t 足す2イコール0。よって t イコール4とマイナス2なんですが、先ほど言った t はプラスなので、t 正ですから、マイナス2になることはありません。そうすると t が4ってことは、元に戻して2の x 乗が4ですね。と2を何乗したら4ですか ?2×2 が4。つまり2を2回かけたら4なので、x イコール2と。だから答えは x イコール2となります。ただですね、この問題ですね、x イコール2を入れてみると、なんかちょっとおかしなことが起きると。これ x に2を入れたら、2の2たす2乗、つまり2の4乗ですよね。で、ここに2を入れると2の 2×2 で4。つまり2の4乗ですね。で、この2の4乗。つまり、
全部同じ数字なんですね。まあ、2の4乗っていうのはこれ16ですから、要は16、16、16と並んでるだけなんですよ。これをね、なんか等差数列というのかっていうね、ちょっとね、そこはなんかピンとこないかもしれませんけど、まあ要は差が0というふうに考えれば、まあ一応等差数列だということなので、なのでね、ちょっと答えがですね、ちょっとって思うかもしれませんけれども、まあ、ちなみにね、これ等比数列、等比数列は何倍かで、っていうことなんですけど、等比数列でもあるとも言えます。一応ね、1倍ずつだよというね、等差数列でもあり等比数列でもあるというところはあるんですけども、まあ、あの x イコール2がね、差が0の等差数列ということなので、答えは x イコール2という具合になるよということです。分かったかな。以上で解説を終わります。では。